じみの穂村ひろしさん、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に来てくれるとは。いや、もちろん来ますよ。それ嬉しいです。短歌とか川柳っていうのには何で興味があったっていうの、なんか短い言葉に興味があって、うん、読むと黄色いマンション、黒い猫、小泉京子で全部家業のことで始まってるんですよね。まあ大島さんって本当にそういう方で、本当にそうですね。ね、どんなにダメな人でもこの世にいていいんだっていうメッセージがすごく、この本当の小泉さんを、本にしたかったんですよね。その第一弾、本当の小泉さんの本がついに12月の5日に出版されることになりました。本ならではの企画もありますので、ぜひぜひチェックしていただけたらと思います。